ススピリッツ特別企画、本上さやか復活。いや、冒頭からいきなり盛り上がってしまいました。どうぞおかけください。まず誰もが知りたい点でしょう。10ヶ月の長期間にわたって沈黙を守ってらしたのは、やはり秘密特訓を行っていた。特訓？私が？おお、嫌ですわ、特訓なんて泥臭い。いや、しかし噂では相当優秀なコーチをつけて、どっかで厳しいトレーニングを積んでいらしたとか。優秀なコーチ？それは言うな。それは秘密ですわ。確かに私、世界一のコーチについていただきました。ただでさえ強い私が、その方のコーチによって思考の極みに到達したということですわ。何やら聞くだけでも恐ろしい。いや、その自信があってこそ先ほどの打倒猪熊柔宣言だったのでしょう。ところで本上さんはご存知でしょうか、猪熊柔の鶴亀トラベル入社の件。先ほど伺いましたわ。せいぜい小銭をお稼ぎになればよろしいですわ。泥亀だかデマ亀だか知りませんけど、その三流旅行者で。何？三流だと？この本阿弥の小娘が叩きのめさずに置くべきか。全日本選手権で我らが猪熊やわらの政治家になるのに。まあ、彼女が就職したのは三葉女子大に進学した時と同じですわ。柔道部もないようなところにわざわざ行くのは、いい加減に人をはぐらかすのはおやめなさい、猪熊やわら。そうやって相手を油断させておいて、陰で猛練習に励んでいるのはお見通しですのよ。くだらない駆け引きなどもうおしまいにいたしましょう。正々堂々真っ正面から勝負なさい、猪熊やわら。ではここでちょっと CM を。やわらさん、やわらさん、どこ行っちまったんだ。本阿弥さやかめ、本阿弥グループ傘下の押し売りテレビに独占報道させやがって。テレビ局へ行かなくちゃ。いや、その前にやわらさんだ。やわらさん、どこだ。風祭りさん、さやかさんと一緒にいたんだ。おい、今のテレビ見たか。見た、本阿弥さやかだろ。今度の全日本選手権、こりゃ面白くなるぞ。うん、女同士の壮絶な戦いだな。おっかねえ。ほんと、しやがった、あの高飛車女が。嫌な感じ。猪熊さん見てないでしょうね。いい迷惑よね。しかし遅かれ早かれ猪熊もあの挑戦を受けねばなりません。大嫌い、あの人。藤子さん、あなただって人事じゃありませんよ。ん、この前の世界選手権のあなたの活躍からして、あなただって今度の全日本選手権に推薦されるかもしれません。やだ、お呼びでないわよ、私なんて。ほら、とんかつ冷めちゃうわよ。しかし、うん、ほんと美味しいわね、ここのとんかつ。わしの目に狂いはなかった。案の定出てきよったわい、お嬢様め。ビデオちゃんと撮れたじゃろうな。正々堂々、真っ正面から勝負なさい。おお、撮れとる。いかに柔らといえど、これを見て何も感じぬわけがない。ド派手に決められてちと悔しいが、よくやってくれたぞ、お嬢様よ。これで今度の全日本選手権の久々の宿命の対決、しまった。突然放送が始まったもんじゃから、源さんにもらったあのボインボインを消してしもうた。かくどこにいらしてたんですか。ヒントだ
世界一のコーチって一体誰なんですか？今度の全日本選手権で全てが明らかになります。その自信の裏付けは？小次郎さんはどうした？あら、日刊エブリーさん、お久しぶりですこと。あの人はどこへ行ったんだ？山田さんはお元気？ああ。山田さんにお伝えなさい。ご就職おめでとうございますと。私はまだまだ女子大3年生。山田さんは社会の荒波に揉まれて大変でしょうね。しかしそれが私に負ける言い訳にはなりませんことよ。小次郎さんはどこに？風祭りさん、風祭りさんはどこですの？風祭り様は急用で飛んで行かれました。まあお忙しいよね。なんせ本阿弥グループの将来を背負って立つんですもんね。ちょっと待った！恐ろしいまでの自信と余裕だ。一回りでかくなったようにさえ見える。小次郎さん、あんたさやかに何を教えたんだ？はあ、久しぶりの人混み、うんざりしましたわ。お疲れ様でございました。お嬢様。何徳永？先ほどの大学3年生というご発言ですが。なんですって？なんで私が留年しなくてはなりませんの？なぜまだ大学2年生なんですか？何しろ授業の出席日数は足りず、試験も受けていらっしゃらないもので。お金でなんとかなさい。お金で。こればっかりは規律も厳しい精神儒学館でございますから。なんてことですの。エリートの私が留年。こうなれば倒さずに置くべきか。汚れなき私の人生に傷をつけさせた猪熊やわらーく。やわらさん、やはり帰ってしまったか。まさかあのテレビ見てはいないだろう。なんとかごまかさねば。風祭りさん、さやかさんと一緒にいた。松田さんも今頃また取り憑かれたようにさやかさんを取材してるだろうし。何が勝負よ、何が決着よ。みんな柔道。風祭りさんも松田さんも。申し訳ない、ちょっと仕事が。テレビ見ましたから。こんなところに来ていていいんですか？さよなら。待って、投げ飛ばさないでください。今投げ飛ばされたらまた誤解されたまま別れなくちゃならない。予約していた5つ星レストラン、今からなら間に合います。
やわら、まだ帰っとらんぞ。どうせ卒業式の後、三つ葉の連中とどこぞで打ち上げでもやらかしとるんじゃろうって。おかしいな。しかし、そんな悠長なことをやってられるのも今のうちじゃわい。さやかのテレビ見たんですね。見た見た、ビデオにも録画したわい。あのお嬢様の挑戦状やらめ、どんな顔で見ることやら。おり、べったら漬け食え。はあ、今度の全日本選手権もこれで盛り上がるというものじゃ。はあ、しかしいくら強烈な挑戦状でもやわらさんが受けなきゃ話になりませんよ。何も言われんでも分かってるわい。わしがちゃんとダメ押しをしといた。ダメ押し？さっき雄天寺に電話しといた。この作戦ならやわらも全日本に出場せずにはおれんて。雄天寺監督に？ナップの姉ちゃんを全日本選手権に推薦するよう言うといた。藤子さんを？おはやわらに対する復讐の炎を燃えたぎらせとるさやかお嬢様の矢面にお友達をたった一人立ち向かわせるか、あのやわらが。午後4時45分。お茶でも飲んでいって花園さん。あ、いや、そのじゃあちょっとだけ。やっほー藤子さん。コーヒー、紅茶、昆布茶もあるわよ。じゃあ昆布茶を。いや、それにしてもさすが女の子の部屋っすね。自分の部屋なんかもうぐちゃぐちゃで。そうだ、俺を部屋にあげたってことはひょっとして藤子さん誘ってるんじゃ。まさか藤子さんが。そんな人じゃない誘ってなんか。花園さん、はい、お待たせ。ああ、伊藤君、再開以来の雄天寺だ。留守番電話でなんだが、いい知らせなので報告しておく。我々の推薦が受諾され、君の全日本選手権出場が決定した。どうしたってことは、ということはですよ、やわらさん対さやかの対決のみならず、さやか対藤子さん、はたまたやわらさん対藤子さんなんて夢の対決もありえるわけだ。こりゃたまらんな。しかし、またそうやって二人の友情を利用したりして。利用できるものは何でも使う。それがやわらのためにもなるのじゃ。しかし、また罠にはめるようで。おお、それでは他にやわらを引き止める良い手はあるのか。それは。お前さんだってやわらの記事が書けなきゃ困るんじゃろ。時にまっちゃんよ、さやか嬢がテレビで気になるセリフを吐いとったが。はあ、さやかが教わったという世界一のコーチってのは一体何者じゃ。知らないな。正直なやつよ、すぐ顔に出よる。知ってるんじゃない。誰じゃ。知りませんよ。なんだこら、わしを差し置いて世界一のコーチなどとずうずうしいことをほざくのはどこの馬の骨じゃ。フリー。知りませんってば。まあ、相変わらず仲良しですのね。松田さん、お茶をどうぞ。やわらさんのお母さん、お帰りだったんですか。ええ、地獄谷あたりで小次郎さんを見かけたっていう噂があったんですが、結局また消息はつかめずじまいで。あんなほと息子ほっとけばいいんじゃ。お父さんったら。言えない。さやかのコーチが小次郎さんだなんて絶対言えない。私が全日本選手権に。何も驚くことはありませんよ。藤子さんは推薦されて当然。あの世界選手権の活躍を見れば。だけど楽しみだな。全日本選手権で藤子さんが猪熊や本阿弥相手にどこまで戦うか。私が猪熊さんと。なんで。全日本選手権は無差別のトーナメント戦、文字通りの日本一決定戦ですよ。猪熊と藤子さんが当たることだって十分考えられます。無茶よ、私なんか勝負になりゃしないわ。いや、これからはどんな相手でも勝負しなくちゃなりません。世界へ羽ばたく藤子さんは猪熊だろうとなんだろうと倒していかなくちゃならんのです。それじゃあ自分はこれで。まだいいじゃない。いや、トレーニングがありますから。どうしたの花園さん。
猪熊も藤子さんも全日本世界選手権と大活躍。それに引き換え自分はあまりにも不甲斐なく。それじゃあ花園さん。トトン。素敵だ。よく似合います。本当にすみません。こんな素敵なところに誘っていただいて、それにお洋服まで。いや、お祝いの気持ちです。あとお詫びの。八原さんが怒るのも無理はない。約束の時間に遅れたばかりか、さやかさんとテレビに映っていたのですから。いざ三葉女子大に出かけようとした時、さやかさんが現れ、突然テレビ出演だと。さらわれたも当然でした。ああ、いや、分かってます。そんなことは言い訳に過ぎません。ただ僕の立場も難しいんです。本阿弥グループからの出向社員として精神女学館のコーチをしている身としては、仕事を取るべきかプライベートを取るべきか。あの、もういいんです。あ、許していただけるんですか。許すも何も、今風祭りさんと私こうしていますし。ありがとう。ミルソーでございます。1978年ものだね。はい。八原さんの女子大卒業と鶴亀トラベル入社に乾杯。それがね、キョンキョンを彼が迎えに来たんですよ。キョンキョンに。やっぱり素敵、風祭りさん。松田さんなんか柔道のことばっかり。いろいろあったけど、こんなに優しいんだもの、風祭りさん。私は今までの私ではありませんことよ、猪熊よ。生まれ変わった私を見て、
恐怖に震えるがいいわ。ひれ伏すのよ、全日本選手権で。今日は本当にありがとうございました。とっても楽しかった。おやすみなさい。矢浦さん。なんじゃろうか。